第85回株式会社八戸テレビ放送放送番組審議会が14日八戸プラザホテルで開かれましたこの審議会は番組の質的向上と適正化を図るためのもので今回は八戸テレビ放送の大久保社長や担当社員と石橋司会長ら7人の委員が出席しました会議では 今年7月から放送している全面展望岩手銀河鉄道上り編1近太地温泉から小つなぎについて活発に審議が行われましたこの番組は岩手銀河鉄道の運転席車層から見える全面展望の景色を届ける番組で委員からはイラストで停車駅を分かりやすく載せていたのが良かった発車音やレールのジョイントもあるので。 実際に列車に乗った気分になれるといった意見のほか課題としては景色の変化があればもっと楽しんで視聴できると思う大衆向けの番組にするために全面展望以外に地域のおすすめ情報があっても良いと思うなどの意見が出されました八戸テレビ放送は今回の意見をもとにより良い番組制作を進めていくことにしています。